俺の名前は元山浩二。俺はある雨の日、腹が減って動けず、居酒屋のゴミ箱に寄りかかるように座り込んでいた。そんな俺を、居酒屋にやってきた谷川組の組長が声をかけてくれた。それが組長と俺の出会いだった。あれから一年、俺は無能なヤクザを演じつつ、組長のために頑張っていた。ところがある日、組長の自宅に、50人の黒い軍団が押し入ったのだ。まさか自宅に押し入れれるとは思っていなかったのか、組長はいつものように家族でのんびりとテレビを見ていたそうだ。食後のコーヒーを飲み、テレビを見て談笑する。どこの家庭にもある一家団らんの一コマだ。ところが突然押し入られ、瞬く間にリビングは悲鳴の嵐となった。なんだてめえら、組長の首をもらいに来たのさ。何？あんたの首をもらって、里山組はでかくなんだ。てめえ、里山のもんか。ああ、その通り。俺は里山の若頭だ。何？里山をでかくするために、俺を襲ったってことかよ。ああ、あんたをいただけば、谷川はボロボロだ。そうなれば谷川の島は俺らのもんだ。里山の組長は、こんなことは許さねえだろうがよ。残念だったな。こいつは組長命令なんだよ。そんなバカな。里山は平和的解決を望んでいるはずだろうが。なんでそう思うのかな。この間の会議でもそう言っていたぞ。あんなの本気にするとは、あんたも焼きが回ったようだな。何？うちの組長は、本気で平和的解決なんて望んじゃいねえんだよ。そう言っておとなしくしてるように見せてりゃ、てめえが安心して隙を見せると思ったからだ。その通り、てめえは隙だらけだったぜ。くそ。まあ、暴れねえことだな。てめえらが暴れれば、てめえの家族を一人ずつ始末してやるからよ。俺らは組長さんを里山組にご招待して、ゆっくりといたぶった挙句に、あの世に送り届けてやりてんだからよ。そんなことさせるかよ。させるとかさせねえとかは関係ねえんだよ。何せこっちは50人、そっちは女とガキだ。組員って言っても下っ端がほんの数人だろうがよ。それで俺らに勝てるはずはねえだろ。わかった。俺は暴れずについていく。だが俺の家族と組員には手を出さねえでくれ。手を出すなかよ。まあ組長さんの奥さんはいいさ。何せもうしわくちゃババアだ。俺らも触手が動かねえや。だがあんたの娘は組に連れて行って組長に上納させてもらうぜ。そいつは土産に十分だからな。やめろ、娘には手出しするな。そんなことが言える立場かよ。あんたの娘を連れて行ったらうちの組長はさぞかし喜ぶだろうよ。何せあんたの目の前で女の喜びを教えてやれるんだからよ。こんないいことはねえだろうよ。頼む、娘はやめてくれ。ああ、こうなると谷川の組長も刀したな。俺だけでいいだろ。俺の首さえ持っていければそれで満足なはずだ。ああ、そのつもりだったんだがな。ところがあんたにこんな別品な娘がいたわけだよ。しかも見たところ20代前半だろ。こいつは十分に楽しんで飽きたら金に換えることができるじゃねえか。もしかしたら組長の愛人にしてもらえるかもしれねえや。どうせ谷川は今日で終わりなんだからよ。俺がいなくなっても若頭がいるんだ。そう簡単に谷川が終わるはずないだろ。そう簡単に谷川を潰すことはできねえよ。そいつはどうかな。若頭だって簡単に消しちまうぜ。組長を消すことができれば若頭だって消すのは簡単だろうが。奴を倒すのは大変なことだぞ。そう簡単にはいかねえだろうよ。まあやってみればわかることさ。何事も人数だろう。あんただってこれだけの人数がいれば勝てるはずはねえんだ。だからこうしておとなしくしてるんだろうよ。どんな化け物だって多勢に無勢なのさ。キングコングもウルトラマンも人数には負けるんだ。ウルトラマンが
人間50人に負けると思ってるのかよ。それこそ無知の極みだろうがよ。ウルトラマンを舐めすぎだろうが。そんなことはどうでもいいんだよ。とにかく谷川の組長だろうと若頭だろうと、人数が集まればこっちの勝ちなんだ。確かにな。人数勝負なら負けるだろうがよ。そんな方法でしか勝てねえってのは情けなくねえか。何？俺のところもてめえのところも組織的には大して違いはねえや。それなのにここまでしねえとうちに勝てねえってのは、こりゃ花から負けを認めているようなもんだよな。うちの組織の方が強えってよ。それでも勝ちに来ようってのはなかなかの根性だと思うぜ。だが本当に勝てるのかってところだよ。うるせえや。直接拳をぶつけて勝てる相手かどうかなんてのはどうでもいいんだ。うちは谷川の島をいただけばいいのさ。そうすりゃうちの組織はでかくなるんだからよ。里山の組長もそれを望んでいらっしゃるんだ。俺らは組長の望みを叶えて差し上げるだけのことだ。立派な組員魂じゃねえか。それだけ組長のことを思うんだったら、こんな真似はしねえことだぞ。なんでだよ。あんたを叩きのめすための手段だろうが。お前はさっき組長も知っていると言ったが、こういう手段で組を広げるということを組長は知っているのかよ。確かに里山ならやりそうなことだがよ。本当に、あんたの組長は俺を襲えと言ったのかよ。だとすると、よほど組員のことを考えてねえってことだろうが。どういう意味だよ。俺のことを襲えば、次に襲われるのはあんた自身だ。あんたが組長のために動いているのと同じように、俺の組員もすぐに動き出したろ。それも俺だけがやられたのか、娘までやられたのかで、だいぶ怒りの度合いが違うよな。娘までやっちまったら、あんたらの命は消えるってことだよ。なんで、組長よりも娘の方が大事だってのかよ。ああ、うちの組員にとっちゃ、娘の命は誰よりもでかいだろうよ。組長の命なんてのはよ、替えがあるんだよ。それこそ次は若頭が組長になら、そうやって跡目を引き継ぐわけだからな。俺はそれでいいと思うさ。だが娘は違うだろう。この子は組員みんなが慕ってる、マスコットみたいなもんなんだよ。だからこの子を傷つければ、後で大変なことになる。それこそあんたら一人一人が闇討ちに遭うことになる。そんなことがあるかよ。ねえと思うか。里山組じゃそういうことがねえのかもな。だが谷川は違うのさ。谷川のお嬢っていうのは、組員一人一人を心配しているんだ。だから一番大事な人だ。組員からしたら女神みたいな人だな。自分の娘を随分と持ち上げるじゃねえか。持ち上げてるわけじゃねえや。これが事実だからだよ。娘は組員一人一人のことをよく見ているのさ。それがうちの組なんだよ。そうかい。それじゃあ娘を連れて行けば組はガタガタだな。こいつはいいや。あんたの娘が女神なら、俺らはその女神でたっぷり遊ばせてもらうぜ。あんたが何と言おうとな。やめろよ。娘にそんなことをしたら、本当に大変なことになるぞ。うるせんなよ。あんたの娘が何者でも、この女は組長に上納するって決めたんだ。そんなことを言って、なんとか連れて行かれねえようにしてるんだろうが、そんなわけにはいかねえのさ。田辺はそう言うと、組長の頭に拳をぶつけた。娘の悲鳴が聞こえ、姉さんが組長を呼ぶ声が聞こえてきた。それを皮切りに、組長への拳は容赦なく降り注ぎ出した。その頃、住み込みの下っ端組員は、里山に悟られないようにトイレに飛び込むと、組事務所に電話をかけ事情を説明した。それを聞いた若頭が叫んだ。おい、組員を集めろ。連絡がついた奴は、すぐに組長の自宅に行って、里山の奴らを叩きのめすように伝えろ。俺たちは今から組長の自宅に行く。そう言うと電話番の下っ端が電話をかけ始めた。俺たちは若頭と共に組長宅へと向かった。谷川は邪魔なんだよな。組長の自宅では相変わらず田辺が
ヘラヘラと笑いながら組長を殴りつけていた。いや、楽しいね。事務所に連れて行って痛めつけようと思っていたけどよ。家族の前で痛めつけるってんのもおつなもんだよな。娘や妻は悲鳴を上げ、組長を殴らないでくれと懇願していた。やめて、父を殴らないで。あんたの娘が殴らないでってよ。可愛い娘じゃねえか。どうやらあんたは家族に思われるいいパパらしいな。だがよ、そういうのは虫巣が走るんだよ。残念だったな。お願いします、お願い、父を殴らないでください。そんなことしたら父が。娘のなるみは田辺にしがみつくと、田辺の拳を止めさせようとした。だが田辺は情け容赦なく、なるみを突き飛ばした。その体は軽く床の上に転がることとなった。見ていた里山の組員は面白そうにニヤニヤと笑っていた。父親のために体を張るっていうのはすげえがよ。今そんなことされたら邪魔なだけなんだよ。時と場合ってのを考えた方がいいぜ。なあお嬢さん。お願い、父を殴らないで。なるみやめろ。いくら頼んだところでやめるわけがないんだ。お父さん。お涙ちょうだいかよ。こいつはいいや。お嬢さん、お父さんを助けたいならあんたも来てもらうしかねえな。ダメだ、娘はダメだ。俺だけでいいだろう。土産を持ち帰らねえってことはねえだろうよ。頼む、娘は仇だ。親がヤクザというだけで仇なんだ。仇に手出しは無用だろうが。親がヤクザなんだから仇ってのはねえだろうがよ。その子は何も知らないんだよ。頼む、娘には手を出さないでくれ。この通りだ。そう言って土下座し、血に染まった額を床にこすりつけた。こうなると谷川も肩なしだな。まったく情けねえ姿だぜ。笑う田辺たちはそこに姿を現した俺たちを見て驚きの表情を浮かべた。組長。若頭と組員たちは血に染まりながらも土下座している組長を見て固まった。遅くなってすいません、栗山。なんだ、これ若頭ご一行様かよ。なるほどな、すぐに動くっていうのはこういうことか。確かにすぐに動いたよな。こりゃ大したもんだぜ。なんでわかったのかな。だがよ、いくらわかったとは言っても10人足らずの人数じゃねえか。それで俺たちに勝てると思ってるのかよ。てめえら、随分と汚え真似してくれるじゃねえか。ヤクザに汚えも綺麗もねえんだよ。勝てばいいのさ。こんなことをして、ただで済むと思っちゃいねえだろうな。うなるように若頭がそう言うと、田辺は笑いながら言った。あのな、こんなに大人数なんだよ。たかが10人足らずが応援に来て、勝てると思ってるのかよ。思ってるとしたら頭が悪すぎるだろうよ。どうせ来るなら人数を揃えてから来るこったな。まあちょうどいいや。こっちとしちゃ組長さんの次は若頭を襲うつもりだったんだ。手間が省けるってもんだ。何？ところでよ、若頭さんよ、あんたは結婚してるのか、それとも彼女がいるのかよ。そんなこと聞いてどうしようってんだよ。あんたを倒したら女をいただくだけだよ。そこの娘もいただくことになってるんだ。それと同じさ。何？なるみょうだと？ああ、組長への土産なんだよ。こんなに若いんだ、いい土産になるだろう。ふざけやがって、誰がてめえに妹を渡すかよ。おやおや、この女はあんたの妹か。こいつはいいや、最高の土産だってこったな。組長さんと若頭さんの妹とはね。じゃあたっぷりと遊ばせてもらおうじゃねえか。のう。いや、お兄ちゃん。なるみ、お袋のそばにいろ。この野郎を叩きのめしてやる。だからよ、でかい口叩くなら人数を集めろってよ。そんな少数で俺らに勝てるはずねえだろう。そういうのを無謀って言うんだよ。娘は若頭にどいてろと言われ、床を這うようにして母親の元へと移動した。
おい、こんな狭い室内でやり合ったんじゃ、やりづらくてしょうがねえや。表に出ろよ。確かにそうだな。こんな狭いところで暴れても好きなようにはできねえや。どうせこっちが勝つことは分かりきってるが、そのくらいの頼みなら聞いてやら。しのごのうるせえやつだな。おとなしく外に出ればいいだけだろうが。おいおい、強がってるがよ。勝つのはこっちなんだぜ。今のうちに下手に出てた方がいいんじゃねえのか。そうすや負けた時に少しは優しくしてやるぜ。負けたと決まったわけじゃねえよ。どうなるかなんてのは最後までわからねえもんだろうがよ。本当に強気だよな。まあ俺はそういうのは嫌いじゃねえや。おいお前ら、表に出ろ。田辺がそう怒鳴ると大勢の男たちが庭へ出た。いくら広い庭でもさすがに50人以上の人間が立てば狭くなる。しかも暗闇の中、黒い服の男たちだ。部屋の明かりが庭に差し込み、かろうじて相手がわかる程度だ。男たちが庭に出ると、組長とその家族は庭に面した廊下に立った。確かに分が悪いのは谷川組だ。この人数で勝てるはずはない。だが、組長は確信していたはずだ。時間さえ稼げれば、若い衆が助っ人に来てくれると。しかし、組長の願いも虚しく、助っ人が到着するよりも先に、若頭も他の組員も、地に叩きつけられ、動けなくなっていた。へへ、結局こうなるだろう。わかっていたことじゃねえか。俺は庭に倒れ込んでいる、若頭の首筋に手を当てた。脈はある。生きてることを確認した俺は、立ち上がると田辺を睨みつけた。なんだてめえ、なんで一人だけ残ってるんだ。さあな、なんで残ったんだろうな。お前も運がねえな。一人だけ残ったんじゃ袋になるだけだろうが。それはやってみないとわからないだろう。どうせ暗闇に紛れて隠れたんだろう。そんなことはねえや。大鳥ってのは最後に登場するもんだろうが。何が大鳥だよ。こいつは頭がおかしいらしいな。まあ何にしても人が転がってるところじゃ足元が悪いや。この人たちをどかしたらゴングと行こうか。本気でてめえ一人で戦うつもりかよ。当然だろう。俺は答えながら若頭たちを庭の隅へと移動した。やめろ元山、てめえみてえな下っ端が勝てる相手じゃねえ。立ってるのもやっとの状態の組長が娘に支えられながら俺にそう言った。だが俺は負ける気はしない。この程度の奴らに負けるはずはないのだ。ありがとうございます組長。ですがご心配には及びませんよ。俺はそう言うと男たちへと向き直った。さてやりましょうか。俺の頭の中にゴングが響き渡った。それと同時に俺は拳を固めファイティングポーズをとった。少しはできるらしいな。だがな、どんなにポーズが取れてもよ、一人で50人を倒すことなんざできねえんだよ。バカな野郎だぜ。田辺はそう言って笑った。ところが男たちが一人また一人と拳を繰り出してくるが、俺はそれをかわし相手に痛烈な一発をお見舞いしていった。確かにできるらしいな。おい、田辺が首を動かすと男たちは5人で俺に襲いかかってきた。だがこれも俺にとってはなんてことはなかった。さらに10人で襲ってきたが、そんなに人数を増やせば仲間同士の相打ちになる。そんなリスクでさえ関係ないと拳を繰り出してくるが、仲間同士の顔面を殴り合い倒れるやつも出てきた。俺はそいつらの腹を思いっきり踏みつけ蹴り上げた。こうして気がつけば俺の足元に50人の男の山ができていた。元山、お前こんなに強かったのか。組長は驚き信じられないという表情を浮かべていた。それはそうだろう。今までは先輩に殴られようと小突かれようと俺は怒ることはなかったし、やり返すこともなかったのだ。それどころか喧嘩などしたことがないと言い張ってきたのだから。組長はそんな俺の言葉を信じていたわけだ。すいません、できれば殴り合いはしたくなかったもんで、
嘘をついていました。驚いた。さすがにこれだけの奴らを一人で倒すとは。そこに助っ人の組員がやってきたが、この状況を見て驚いていた。一体誰がという質問に、組長は笑うだけだった。さて、こいつらをどうしますか?と聞くと、娘が持ってきたタオルを額に当てた組長が、こいつらを全員縛り上げろ。ダンプを一台持ってこい。縛ったら、こいつらを全員里山に送りつける。言われた組員たちは、すぐさま里山の組員を縛り上げた。里山の事務所に着くと、ダンプは荷台を斜めに持ち上げた。すると、荷台に積まれていた組員たちが、雪崩のように地面に転がり落ちた。土産を持っていくと連絡されていた里山組長は、目の前に落ちてくる部下を目の当たりにし、顔を歪ませた。なんだこれは。よう、里山。随分と汚え真似してくれるじゃねえか。何が平和的解決だよ。これがてめえが望んだ平和的解決ってやつかよ。どうして。何がどうしてだよ。てめえの指示だって話じゃねえか。てめえ、こんなことして、ただで済むとは思ってねえだろうな。てめえらが、こいつらを叩きのめしたのかよ。自宅を襲えと言ったはずだが。組長、それが、確かに谷川の自宅を襲撃したんですが、途中までは良かったんです。でも奴が。田辺がそう言って、俺を指さした。元山、なんてことだ。谷川にいたのかよ。俺は前に進み出た。久しぶりですね。まさかまた会うことになるとは思いませんでしたよ。元山は知り合いなのか?知り合いのうちにも入りませんが。おい、谷川さんよ。あんたそいつがどんな奴なのか知って組に入れたのかよ。どんな奴?どういうことだ?なんだよ、何も知らねえのか。道理でな。そいつがてめえのところに行くはずはねえもんな。だからどういうことだよ。そいつはよ、地下格闘技で伝説を残した男なんだよ。だから俺は里山に来るように言ったのさ。ところがそいつは俺の誘いを蹴りやがったのさ。里山の誘いを蹴った。それはどういうことだ。俺はもう戦いなんてしたくなかったんです。里山の組長は俺の腕っぷちで全国制覇したいというので逃げたんです。それであの雨の日ってことか。はい。スマホも財布も取られてたので、飯が食えなくて。そういうことか。まあ、それはいいや。よう、里山。てめえが俺を襲ったのは、俺の島が欲しいからだって若頭に言われたが、それは本当のことなのか。ああ、本当だよ。てめえが持ってる島があれば、うちはかなりでかい組織になれるからな。そんなことして何になるんだよ。関東一位。いや、日本で一番でかい組織になるのが、俺の狙いさ。だからてめえの島をよこせよ。よこせと言われてやるわけねえや。だいたいてめえのやり方は好まねえしな。俺はてめえのやり方が嫌いなんだよ。ヤクザのくせに上品ぶってんじゃねえぞ。てめえが手を引かねえなら、俺はまた同じことをする。こいつらを無事に送り届けてくれたことを、後悔することになるぞ。それはどうかな。それに、俺は戦う気なんてねえんだからよ。てめえが戦う気があろうとなかろうと、そんなのは関係ねえんだよ。俺は欲しいものは必ず奪うのさ。里山の組長さん、もう谷川を襲うのはやめてもらえませんか。組員が怪我をするのは見てられませんよ。ああ、てめえも平和主義かよ。そんなに襲われたくねえなら、元山、てめえがこっちに来いや。てめえなら一人で組員100人分の力がある。猛獣でもやっちまうほどの男なんだからな。俺はもう戦う気はありません。今まで猛獣相手に戦ってきた男が何をもったいねえことを抜かしてんだよ。俺と一緒に日本のトップに立てばいいじゃねえか。俺はそんな野心はありません。それよりも谷川の組長のように穏やかに暮らしたいだけなんです。穏やかに?そいつは無理だろうよ。何せ俺が谷川を奪いに行くんだ。そうなれば今日のような構想は必ず起きるぞ。
いずれは組長の首をいただくことになる。だがな、てめえがこっちに来るなら、俺もこれ以上はしねえや。どうだよ、いい話じゃねえか。里山さんよ、元山は嫌がってるんだ。あんたのやり方が嫌で逃げたんだろう。こいつは本来優しい奴なんだよ。戦って相手に傷を負わせるなんてできねえのさ。だから諦めなよ。そうかい。元山よ、お前は本当にそれでいいのか。こっちに来れば谷川の命は取らねえぞ。断ります。俺は戦いたくない。そうか。それじゃあしょうがねえや。次は確実に谷川の命をいただくからな。言ってもわからねえようだな。こんなことはしたくねえのにな。どうしててめえはそうも固くななんだよ。うるせえや。てめえみてえに島を広げようともしねえのに、どうしてこんな強い奴がつくのか、俺はそっちの方が理解できねえや。だが、必ずてめえの島は俺がもらうからな。そうなった時は、谷川の組員もろとも血祭りだ。覚悟しておけよ。そうかい。どうしても俺の島を取るつもりか。何が何でも俺の組を潰すっていうのか。ああ、当然だろうがよ。てめえが邪魔なんだからよ。しょうがねえな。俺としては平和的解決が一番だと思うんだがな。話し合って怪我することもなくってやつだよ。でもそれができねえなら、やるしかねえか。なんだよ、今やろうってのかよ。こっちはいくら50人がやられたとは言っても、まだまだ組員がいるんだぜ。あんたの方は、ダンプを運転してきたやつと、ヨレヨレのあんたと元山だけだ。いくら元山でも、50人は遥かに超えている人数に、太刀打ちできねえだろうが。組長、俺に任せてください。やるなら今叩き潰した方がいいでしょう。できるのか。どうってことはありません。里山さん、俺を本気にさせてくれたんだ。俺も手抜きはしませんよ。それでいいですね。何だと。じゃあ行きますよ。俺の頭のゴングが鳴った。俺は俺の前に立ちふさがった組員たちを瞬く間に叩きのめした。野郎ども、何してやがる。早くやっつけろ。里山は怒鳴り声を上げたが、何人来ようと俺には問題ない。次々投げ倒し、里山に迫ると、奴の腹に拳をめり込ませ、倒れた奴の顔面に打ち込んでいった。ぐったりした里山の頭を抱え込んだ俺は、その首をひねり、息の根を止めようとした。ところが、さすがにやられると思った里山は、命乞いを始めた。待ってくれ、待ってくれ、俺が悪かった、助けてくれ。俺は手を止めると、谷川の組長を見た。すると組長は、俺にうなずいてみせた。どうした？これは真剣勝負だろうが。こんなに強いとは思わなかったんだ。この手を離してくれ。俺は里山の頭から手を離すと、里山から離れた。悪かった。もう谷川は襲わないから、今夜のことは忘れてくれ。お前の言葉を信じると思うか。会議の席で平和に解決しようと話し合ったというのに、お前はそれを保護にしているんだぞ。今はあの世に送られるから、助けてくれと言っているだけだろ。命が捨てきれないから、二度とやらないというだけのやつを、どうして信じることができる。いや、違う。俺だって自分の命がかかってるのに、それでも同じことを繰り返したりはしない。もう谷川を襲うことはしない。約束する。谷川の島も諦めるから。今度こそ本当なのか。ああ、本当だ。ならば組を解散しろ。うん。それは、さすがにそいつはできねえだろう。組を解散したらどうなるかわかるだろう。俺の組織には、あんたのところと同じだけの組員がいるんだ。組を解散するということは、そいつらの行き場がなくなるってことじゃねえか。そうなったらそいつらはどうなるよ。やけになって悪さをする奴も出てくるじゃねえか。だからそれはできねえんだ。それは知らねえや。暴れ足りねえ奴は、それなりの組織に潜り込むだろうよ。あるいは暴れることにより、ヤクザで痛いだけの奴なら、それに合った組織に入るだろう。
組が潰れるってのはそういうことだろうが、それは確かにそうだろうが、組員に情けをかけてやってくれよ。てめえは俺の組を簡単に潰そうとしたくせに、自分の組は潰したくねえってことかよ。そんなのは筋が通らねえ話だろうが。それはそうだが、しょうがねえな。まあ俺も組員が辛い思いをするのが分かってるのに、解散しろとは言えねえや。その代わり二度とするなよ。それが約束だ。わかった。感謝する。本当に二度としねえ。そう言って謝る里山だったが、組長と俺が背を向けた瞬間、組長をめがけて歯を向けてきたのだった。俺はその瞬間を目の端に捉え、歯が組長の背に届く前に、里山の腕を取り、その腕をひねり上げた。里山、やっぱりてめえは分かってなかったのかよ。解散だ。今すぐてめえの組織を解散するんだ。くそ。俺に歯を向けてきたんだ。その慰謝料も払ってもらう。いいか、10億だ。今すぐここに10億持ってこい。10億。それができねえなら、てめえの命は俺がもらう。10億なんて、それがなくなったら。組長、金庫にありますよ。命には代えられません。どうか10億払って、組を解散しましょう。そんな、なんてことだよ。俺の組織が、汚え真似をするてめえが悪いんだ。組を解散して、ちっとは考えろ。頼みますよ、組長。組を解散しても俺は組長についていきますから、今はこらえてください。くぅ。里山は悔しそうに唇を噛んでいたが、金庫に眠っていた10億を運ばせると、ダンプの荷台に積み込んだ。そして小さな声で組員たちに告げたのだった。組は解散だ。深夜に繰り広げられた谷川と里山の戦いは幕を閉じたのだった。その後、組長に呼ばれた俺は組長の自宅を訪れた。お疲れ様です。一体何の話なのかと戦々恐々としながらも書斎に入っていくと、そこには組長のほか若頭が待っていた。よ、元山はご苦労さ。まあこっちに来て一杯やれ。のう、ありがとうございます。グラスにウイスキーをつがれ、俺はそいつを煽り喉に流し込んだ。ところでよ、今日お前を呼んだのはどうしてそんなに強いのに戦いたくねえのかってことだ。もちろんこの間里山から聞いたが、どうもあるだけじゃ納得がいかなくてな。俺は落胆していた。結局俺が強いことが分かれば理由を聞く。そして次に出てくるのは、俺の力を貸してくれという言葉だろう。結局谷川の組長も同じなのかと思いながら、俺は地下格闘技で戦ってきたことを説明した。一体どんな伝説を残したって言うんだ。里山は猛獣がどうとか言っていたが。はい、猛獣とも戦いましたし、屈強な男たちも倒しました。負け知らずだと言われて、一時期は有頂天になった時期もありました。でもある時、ものすごく虚しくなったんです。そんなことをして何になるんだろうって。それで地下から抜けました。なるほどな。もう戦いたくねえってことか。もったいないな。やっぱりそう思うよな。もうここも終わりってことか。そう思った俺は別れの挨拶を考えていた。ところが組長が言ったのは、俺が思ってもいなかった言葉だった。わかったぜ。そういうことならそれでいいんじゃねえか。う、お前が戦いたくねえって言うのに、無理して戦う必要はねえや。俺は戦って島を広げようなんざ思わねえしな。平和が一番だよ。誰も怪我せず病気せずってな。いいんですか。おお、構わねえよ。好きにやりなよ。そう言った組長の横で、首を縦に振る若頭がいた。お前の腕が立つことは、俺も若頭も他言はしねえ。それでいいな。はい、ありがとうございます。俺は心から感謝し、やっと居場所を見つけることができたことに安堵していた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。
チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。